り、我々会社とか経営者と社員っていう感じじゃないけども、基本的には私は、一緒というか同じように、いますよね。結局人間としてっていうことですね。上に立つべき人が。まあ人間力っていうんですか？あと人人間、間力ね。まあ人間力っていうとなんか宗教っぽいとかで抽象的だから分かりにくいかもしれないけわかります、わかります。人間力ですね。ど。そう。人間力を高めるってことです。これが結局文化とか芸術に接して、もう本に接してですね、人間力を高めていくってことですよね。で、結局それはまあ経営者の方に限らず、一般のものを買う側にとってみても、人間力が上がれば、ブランディングになるわけですよね。そうブですラね。ン、だから商品をブランディングした方を買ってくれるようになってくるわけですよ。そうですね。ね。僕前からね、よくどうもね、東京と大阪行き来してるんです、ほとんどね。あと、3月、10月は地方だったり海外行ったりしますけど、それ以外はもう東京の国立劇場と大阪の国立文楽劇場の行き来なんですよ。ずっと、年がら年中。それからもう、ずっと東京と大阪の行き来してると、どうもね、東京公演終わって、一月近く東京に行って帰ってきて、新幹線降りて、こっちで地下鉄に乗り換えた途端に、あれ、なんかちょっと田舎来たなっていうかね。そう、どうもなんかね、暗い感じや、とにかく落ち込むんですよ。気が、来る気が。それはいつ、最近でこすれ、か？それ。もうずーっとここ、もうずーっと前から、何年もずーっと前からです。もうここの数年の、じゃなくても10年も20年も前からかな。もう、感じてます、それは。だから、もう僕の感じはね、まあ、A という商品が、A と B というのがあると。まあ、A、B、C とあるようにしましょう。A、B、C。で、A はちょっといいんですね。性能が良いと。B はちょっと劣ると。C はもう100円ぐらいだと。ね。で、A がね、1200円。で、ちょっと落ちるけど、ほぼ同じような感じだけど、B が980円。で、100円はもうこれは論外で。これはいくら売れてたって論外です。ほとんどです。だから、1200円の A 買うか、980円の B を買うか、東京は1200円で A 買うんですよ。僕のイメージは。大阪は980円の B を950円に値切って買うんですよ。そうで僕のすイメージは。それは差が、東京と大阪のこれだけの経済の差がこんな大きくなっちゃってるという。僕はもう実感してますから。で、結局それは文化水準というか、結局そこはもう、ブランディングして、どんどん1200円を、1500円、2000円を、売っていくようにするためには、やっぱり文化水準を上げることが一番僕は大事だというのがもう僕の持論なんです。昔からの。文化水準を上げれば高い方、いい品物を望むようになるという。そうですね。まあ、私ももともと出身が、私自身は東京に生まれてますけど、もともと家が大阪ですから、やっぱりその、育ってるのは東京ですけど、やっぱり基本的な教育はまあ大阪でも、見るものとか、そう、住んでる近くで、ね、そういうものに触れる環境っていうのは、もちろん大阪にも多分おありなんだろうけれど、なんでしょう、本物も一緒にそういうとこに放り込んじゃうから、本物とやっぱり店、まあ、あるじゃないですか、こう、二つ。で、建物はもうそういうとこに放り込んでもらって、値切って買ってもいいんだけど、これは、ちゃんとして、例えばこれは1000円でも、しっかりしたもんだと思ったら、もうこれは、それをこっち側に全部一緒にしちゃうから、そうすると、結局、いつまで経っても今、そうです高ね。田さんおっしゃった文化水準とかいう、いわそうですゆね。る、いいものじゃなくて、安かろう、よかろう、で、何でもかんでも安く買ったっていうことを人に言うことが、まあ、なんていうか、自慢っていうか、まあ、要は、例えば文楽の、入場料ってあれですか、東京と大阪と一緒ですか、それといも、や、東京の方がちょっと高いです。少し。そうでしょ？1000円、2000円、東京の方が高いです。1000円、2000円上げましょう。そしたら多分、大阪の今来てらっしゃるお客様って多分減りますよね、間違いなく。そうですね。で、ただ、文楽ってスタートしたのは、まあ大阪ですから、でもまあ大阪は大阪のね、金額設定っていうのが終わりだと思うけれど、やっぱり、
そうですね。私も大阪に行って美味しいものを安くって、どこ行っても大体美味しくて安いんだけど、なんかこう、そうですね。文化水準が低いっていうかなんだろうね。やっぱそれをこう引っ張っていく、もしくはそういうやっぱ大人がいないのかな。やっぱ若い人は無理だから、やっぱ大人がやっぱ引っ張ってってあげないといけないけど、そうっす大ね。人は多分、いないのかな、今まで。昔はね、大阪、上方って言われて、文楽もね、上方文楽で育ってきたわけですけどね。なかなかね、今はだから文楽、世界遺産になっても、大阪じゃなんか、他のみんなと芸能も一緒に行くたというか、カテゴリーが一緒になっちゃうんですね。東京だったらカテゴリーがね、変わるんですよ。文楽、歌舞伎とかのね。いわゆる日本の、三大ね、国劇と言われる世界遺産ですから、それぞれ。普通の演劇とはまた違うというところを分かってくれて、皆さん。ただもう、博物館に行く構えてみるわけのは、まあ、それは良くないとは思いますけども、でも十分楽しんでいただけてると思うんですよね。もしかしたら文楽っていうのはもともとどんな、文化でも、初めはそうやって町の本当にも掘っ立て小屋がところから始まってるんで、一般庶民の文化なんですよ、そ本れは来その。れで、時代とともにちょっとこう、めかし込んだりか、かっこいい格好し、まあ、要は、そうしていかないと逆に言うと、やっぱり演者さんとかいろんなものって、やっぱ、どんどん物価が上がっていきますから、そうすると物価が上がっていくところは、そういうものを、金額を上げていかないと吸収できないから、やっぱり少し、敷居を高くするというか、ちゃんとした格好をしていく人が行く場所っていうふうにしなくちゃいけない実情っていうのは、今までの、過去の歴史の中にあったと思うんですけそうど。ですね。まあ、東京は国立劇場でやりますから、向かいが皇居で、隣が最高裁判所ですけど、大阪はリラブホテル街ですから。まあ、この違いもあるのかなと思ったけど、まあ、しょうがないですからね、これ。言っても始まりませんから。まあ、それぞれので楽しんでもらうということですよね。いや、今日もありがとうございました。東大雄で、笹川流文化なくして、境内なし。超いいねーありがとうございました。今日楽しかったです。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録どうぞよろしくお願い申し上げます。毎週金曜日更新です。